こちら三丁目の手打ちうどんさんですけれども、この正面からぐぐぐぐぐぐっと右手に入ったところに土冷えもありますよ。はい、こちらですね。結構ね、冷凍の自動販売機っていろいろ増えてきてるんですけれども、ここしかおそらく武蔵野うどんは買えないと思います。じゃあちょっと実際にね、買ってみたいと思います。1000円札を入れます。これ5000円とか1万円使わないので、ぜひですね、お買い求めの方は1000円札崩してきてくださいね。そうするとボタンが出てきます。やっぱり一押しのカレーうどんですかね。1番なので1番押して買うといきますよ。来た。皆さんこんにちは。今月も噂のさよ水通信の時間になりました。6月になって少しずつ暑い日が増えてきましたね。こういう時には冷たいおうどんをつるっといきたい、そんな気分になる時も多いのではないでしょうか。それでは今月のゲストを紹介したいと思います。三丁目の手打ちうどんの田島健さん、そして奥様の玲子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ご覧になっている方、ご存知の方も多いと思います。三丁目の手打ちうどんさん、簡単にどういった場所でどういったものを提供されているか、ご説明いただいてよろしいでしょうか。はい、埼玉県狭山市でやっております。はい、地粉 100% でうどん屋をやっています。私も食べさせていただいたんですが、本当にコシというね、すみません、はい、言葉が足りなくて恐縮なんですけど、本当にしっかりしたコシを感じるおうどんだなという印象があるんですけども、はい、お客様からはどんなお声をいただくことが多いですか。やっぱり昔ながらの懐かしいうどんだったりとか、やっぱコシが強くてとか、そういう感じで結構皆さん喜んでいただいてます。麺もですけれども、それに合わせた汁だとか、あとはこちらは天ぷらなんかもね、すごく美味しいんですけれども、なるべく揚げたてでいただいてもらおうと、うどんの茹で上がり時間を調整して揚げてます。でも実際やっぱり揚げたてっていうのはね、お店ならではだと思うので、本当にぜひ一度お召し上がりに来ていただければなと思うんですけれども、三丁目の手打ちうどんさん、なぜ三丁目っていうお名前なのかって、このあたりもちょっと伺ってほしいでしょうか。はい、うちの母方の方でよくうどんを作ってたんですが、それが練馬の石神井の三丁目だったり、で自分が住んでたのが東京の清瀬の三丁目だったりして、その三丁目由来のうどんだったんで、三丁目の手打ちうどんにしました。三丁目の由来がある三丁目の手打ちうどんさんということで、はい、今ね、埼玉県もおうどんの消費量ナンバー2だとかっていう形で、はい、武蔵野うどんご注目される方も多いと思います。三丁目の手打ちうどんさんも本当にいろんな方がね、いらっしゃっていて、と食べログさんの評価もなんかかなり高いとか、はい、おかげさまで、はい、100名店一応2022年も取らせていただいて、はい、2年連続で取らせてもらいます。わー、すごい、はい、100名店ってことは100以内に入ってるってことですね。ということでしょうかね。あ、はい、それだけね、全国でもご注目されているおうどん屋さんってことですが、はい、そんな中でちなみにね、さよ水ご活用いただいて、はい、まもなく1年ぐらいですかね、なると思うんですけれども、ね、はい、もともとはこうどういったところをきっかけで、どんなことをご相談しに飯能信用金庫さんのあれでご紹介いただいて、はい、で、事業再構築とか、多分コロナ禍の中でお店が少しオープンになりづらい中で、いろいろと販路を開拓したみたいな、そんな印象なんですか。そうですね、やっぱりコロナで緊急事態宣言があったりして、お客さんが来れなくなったり、そういうのをした時に、外でどういうふうに販売しようかとか、そういうのでいろいろ悩んだ時に相談させていただいて、はい、で EC サイトだとか、はい、そういうことで相談だと思います。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、まさにもともとは確か生麺というものでね、はい、お持ち帰りいただいたりとかっていうのがあったと思うんですけども、はい、今 EC サイトとありましたけれども、はい、通販も始められたってことですね。はい、はい、ちなみにお持ち帰り以外でこの辺りで買える場所っていうところでいうと、生麺だとどういうところで売ってるんですか。はい、生麺だと、あと食の駅の所沢店と、はい、あと三好のサービスエリア、はい、に置いているのと、あと所沢の物産館よっとこに置いてます。なるほど、はい、やっぱりこうお土産物だとか、はい、あとはちょっとお店よりもそういった所沢のお店の方が近いなっていう方は、そちらでも生麺でも、はい、お買い求めできるということなんですね。はい、でコロナ禍だからこそいろいろと販路を広げたいということで、
今回新しい、はい、まあ、こちらにちょっとね、はい、並べてますけど、冷凍うどんという形のものを挑戦されたということなんですが、もともと冷凍うどんやってみようかなって思ったのはどういうきっかけだったんでしょうか。やっぱりこのコロナ禍でお店に来られない人とか、あと24時間いつでも買える人がいるというので目指して、どうにかできないかなというのがありまして、あとおつゆとかもどうやって保存ができるかとか、そういうのも考えて、それでいろいろ考えた上でできました。あ、なるほどですね。おっしゃる通り冷凍だとね、やっぱり長持ちするんですよね、長よりね、はい、どれくらい、これちなみに公開求めになってからですか。賞味期限1ヶ月間ぐらい。1ヶ月間、はい。じゃあやっぱりね、すぐにちょっと召し上がらなくても便利ですね、はいはい。あと今おつゆというお話ありましたけれども、はい、確か生麺売ってるところだとおつゆは売ってない。そうですね、はい、ですね。なので結構ね、お召し上がりになった方は分かると思うんですけども、三丁目の亭主うどんさん、カレーうどんのカレーの出汁だとか、あとは肉汁のね、肉汁うどんの本当にさっぱりしたでもコクのあるスープっていうのもすごく人気だということで、はい、冷凍だとそれがご自宅で。そうですね、結構開発ご苦労もあったんじゃないですか。すごい苦労して、やっぱりちょっと配分が変わったりも冷凍するんで、変わるので、すごい苦労してなんとか形に今なったんですけど、はい。ちなみに一押しのものが何種類も入ってると思うんですけども、はい、あえて初めて召し上がる方にこのメニューをぜひっていうのはどれになりますかね。やっぱお店で、ね、人気のやっぱカレーうどんが一番。カレーうどん、はい、カレーうどんどういうところがこだわりなのか、ちょっと改めてご説明お願いします。スパイスが効きながらもクリーミーでコクがあって美味しいと思います、うん、はい、ありがとうございます。本当にね、おっしゃっていただいている結構ね、スパイシーではあるんだけども、はい、辛って感じではなくてまろやかだけどちょっとスパイスがあるっていう、はい、ぜひ、はい、初めての方カレーうどんを選んでみていただければなというふうに思います、はいはい。これから先、まあ、冷凍うどんね、EC サイトとかでもまたここから発売などしていくんですかね、はいはい、ということで本当に身近なところから、まあ、EC 販売までということで幅広く、商品を手に取ることができるようになりました。ちなみに冷凍うどん、お店の外でこれ私が知ってる限りでは埼玉県内はずなんじゃないかと思うんですけど、はい、どんなもので売ってるんでしたっけ、これ今お店の外に。ドヒエモン。はい、ドヒエモン、ご存じない方もいると思います。どんなところですか。はい、24時間いつでもご購入ができる自動販売機になっておりますのでよろしくお願いします。はい、今冷凍の自動販売機結構いろいろ増えてると思うんですけども、おそらく武蔵野うどんってほぼ聞いたことがないので、はい、三丁目さん初めてかなと思っています、はいはい、ぜひちょっと買ってみるのも楽しい機会になってますので、これを機にチャレンジしてみていただければなというふうに思います、はい、では最後にですね、ご覧の皆様に一言、はいはい、お願いいたします。うどんは茹でたてで、天ぷらも揚げたてで、ボリュームをよくやっておりますのでよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、では最後に私の方からですね、はい、販路と発信の両立っていうふうにキーワードを書かせていただきました、はい、今日ご説明いただいたように、はい、店舗でも食べられる、そして生麺は外でも、ね、売ってらっしゃる、はい、そして今回冷凍ということで、はい、自動販売機と EC サイトという形で本当に身近な方から全国の方に、手に取っていただける環境っていうのが整ってきている状態にあります。ただそれを知らすっていうことがすごく大事なんですよね、三丁目さん実はホームページもそうですし、最近インスタグラムを開始されておりますので、そういった情報発信にも力を入れてらっしゃいます。その両立があってこその人気というふうなことが言えるのかなというふうに思いますので、ぜひですね三丁目の手打ち堂さんどんなところなのかなっていう気になる方はホームページやインスタグラムからもチェックしてみていただければなというふうに思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。出てきました。あ、逆だった、はい、こういうパックに入ってますけれども、蓋を開けると蓋もねこうやって開けていただきますけれども、カレーのソースと冷凍のうどん入ってます。あとこちらの方にですね作り方も入っていますので、この3点セットでですねご自宅で美味しいおうどんが味わえるようになってます。